リー来てくれたんだね。京介ちゃん、もしかしたらここがお気に入りだったかもしれないから。うん、変けれど本当は変じゃない。それを変って思う私や京介ちゃんの方が変だってこと。私、京介ちゃんのことが好きだよ。双葉はずっと昔に振られているから、遊ぼうっていう約束も双葉のこと自体も京介ちゃん忘れちゃったみたいだし、そう今更でも嬉しいかな。聞いてないよ。例外はあるからね。双子だからかな。私たちお互いに隠し事なんかしたことなかったけど、でもあの約束のこと話したことはとうとうなかった。なのに京介ちゃんの話題いろいろせがんで、変に思われたと思うけど、やっと分かったんだ。マージの夢がどうしてもおかしな風だったのも、私を殺さないでなんて声が聞こえてくる理由も、京介ちゃんと恋人同士になってわけのわからない不安に襲われたのがなぜなのかも。どうして双葉しか知らないはずのことを私が知っているのか、京介ちゃんにわかる？でも京介ちゃんにだけは知ってもらわないと。うん、知ってほしい。どうして双葉しか知らないことを私が知っているのか、それの意味すること、私が本当は双葉だってこと。マージが連れて行ってくれたのは双葉の過去だったの。ねえ、嘘だったらよかったのに。京介ちゃんの中で双葉はとっくに風化しちゃってるし、私は京介ちゃんのことが好きだし、京介ちゃんは私のこと好きだし、こんな本当知らない方がよかった。
京介ちゃん、私らが仲のいい双子だってこと忘れてるよ。言ったでしょ、あの夏のことなら何でも話してもらったって。だからね、私はやっぱり双葉なんだ。和葉のこと本人と同じくらいによく知っているとしても。え、なんだ、和葉の方も私に隠し事してたんだ。私、和葉には何もしてあげられなかったから。和葉、どうしたの？それ、血まみれ、血、怖い？ねえ、私のこと怖い？だって誰も助けてくれなかったんだもん。お父さんもお母さんも双葉も。だからね、だから私が刺してやったんだ。あいつ、あいつ、本当に刺さったのかどうかわからなかったくらい。包丁持つのなんか嫌だったけど。ほら、また手切っちゃったよ。だって滑っちゃったんだもん。あいつバカみたいに甲高い悲鳴あげて、バカみたいに慌てて引っこ抜いて。和葉、ダメ、ダメだよ双葉。双葉に血がついちゃうよ。私みたいに血まみれになっちゃうよ。けどそうしてもらえるとあったかいよ。和葉、ごめん、本当にごめんね、ごめんね。私は和葉と同じって言ったら怒られるかな。私も心が潰れちゃったの。和葉は強いよね。和葉はずっと一人きりだった。虐待を受けていたのも、兄貴をやっつけたのも、心から溢れ出たとしても、それでも一人きりで受け止めて、私から見ても魅力ある。ねえ、京介ちゃんなら同意してくれるでしょ。和葉のことが大好きな京介ちゃんならさ。
私が双葉だとしても、ありがとう。でもね、やっぱりダメ。京介ちゃんの気持ち嬉しいよ。けれど、私は耐えきれないから。私が私じゃなくなるなんてこと。私は私の過去が欲しいよ。だから作ることにした。私のミスね。マージを使っているかどうかなんて特に注意して叱るべきだったのに。カウンセリングの基本はお互いの信頼関係なの。けれどやっぱり友達にはかなわないってことかな。二人はもう恋人同士だったっけ。